はい、どうも皆さん、こんばんは。夜の部 PUBG 始めていきたいと思います。今日はこの後リュウガマと一緒にプレイしていきたいと思いますので、少々お待ちください。なんだあいあれ、なしたの返せ、あいつ敵あいつ落ちてましたよね、一人。いや、もう最初の倒した時点でもう勝ち確勝ち確でしたね。なんであれしか残ったの、あれは。うん。あれ勝ち確、あ、そういうことか。そいつ右上でバンされたって出てたよ。はぁ、バンされたんだ。チーターだったってこと。じゃあですね。あー、チーターいて、どんかつ、ナイス。もうそうなんだ、なんだ。いきなり動かないやつがある。でさ、明日俺休みなんだけどさ、はい、はい、明日朝9時から9時半から大型アップデートなんてよね。そうなんすよね。このバカチンガーで次翌日はさね、夜勤だから、まあ夜はできるんだけど、はい、くーと思って。ただまあ88がね、いかがなものかっていうとこだよね。ああ、やりたい。多分それ、ね、それが入るんでしょ、きっと。そうです。水論くん、あ、最近5番が多いからもうわかんない。まあ確かにね、
報告するつないいるだろうしね、うん、まあでもあのタイミングでバンってもうよっぽどのことをしてない限りならんでしょ。ならないっすね、うん、まあ、例えばこの中に60何人いて、まあ、30人以上の人たちがこうやってね報告したとかだったらさ、速攻さ、はい、ある程度あのもうその時点でゲームバーンみたいな感じになるけどさ、はい、検証ほぼする機会もなくもう止められるっていうほどはよっぽどでしょ。よっぽどです。もう完全にオートエイム入ってるからなんか、かわいそう。もう一人の人がかわいそうだったな。俺まだ5番に出くわしたことない。バンされるようなプレーができてないの。いや、よっぽどだよ、よっぽど。ああ、で、女優はミュートはこれしばらくミュートなのかな。サブアカで2回あるんだ。ヴィラン君はね、もうあれだからね、うち勝ちまくってくからね。誰もピン刺さないもん。オーケー。ニーマン。あ、そうだ。全然違和感がない、モチミンが。このマップ。4670系の力、すごいよ、ほんと。びっくりした。ワンチャン俺よりスペックいいんじゃないか、モチミン。何が？俺よりスペックいいんじゃないの、ワンチャン。いや、ついだまされてちょっとセールスに引っかかっちゃったみたい。どういうこと？俺6700系よりもなんか安定してるように見えるけどね。安いし言われて今セールスに引っかかった。そんな品物だったわけ？多分あれだよね、あの GTX 1080と相性いいんだろうね。なるほど。うん。試験のね、めっちゃ大変だった。あ、IME なんてもう、わかるかなって。わかるかな。その世代のパソコンいじってないとわかんない。よく見つけてきたの。うん、めっちゃ探したもん。それは愛のためだな、きっと。めっちゃ普通に私昼寝こいてたもんね。そこに悔しかったもんね。悔しかった。1万8000円かけて。普通に6700K 買えるよ。1万8000円あれば。それおじゃんになるのは嫌だし。私、やもうかってたら、ちょっと壊す自信しかないからやめようっていう話になったもんさ。もしみハンマー持ったら得意分野だもんな。もう何でマジこというじゃない。モンハンかって、あんまり人重いよ。パチュンとパチュンと一振りでとどめをさせる、モチミさん。 AR かっこいい、あまりいやヒューさんを、もうかれこれベクター持ってないよ。はい、なんで？もう封印したんだよ。いや、封印はしてないんだけどね。封印。今何使ってるの？え？ベリル。何？みんなベリル。違う、スイラン先生に止められてんの。あ、そうなんだ。うん。あ、エアロカックイ1本いらない？あ、待って、いらない ね。あ、もらおうかな、そしたら。あ、はいはいはい。まだね、お目にかかってないんだよね、ベリルさんは。俺もお目にはかかってないよ、ベリルは。おかしいなぁ。あ、しかも俺2キルでドンカ作ったから。AK のゲットしてんじゃないか。あ、ダメージ意外に入っただよ。あのドンカツでも納得いかねえな。なんか納得いかねえな。あ、ユーギャンマー、ユーギャンマー。はい、ウェイウェイ。
はい、どうぞ。あ、ダウン。あのまま気づいて俺を目の前で踊ってやればよかったの。踊る踊る踊る、結構真剣だったからね。踊るような余裕がなかったけど、いや、あるわけねえだろあんな曲が。あれで踊ってたら逆にビビるわ。珍しく真剣だったから。パンチちょいずれ。了解。とりあえず今241本で。OK。やっと iPhone6 も iPhone6 が届いたよ。なしたの？あ、iPhone5 がもうカメラ機能使えなくなっちゃったんですよね、俺の。おお。だから買い替えてメルカリで買った。6000円だったの、なんかね、もう処分するから5000円でいいですよって言って5000円にしてくれた、その人。やはり。めちゃめちゃいい人だった。届いてみたらめちゃめちゃ状態いいのね。あ、いる敵。え、嘘。佐々木さん、そっちに向かってってる。マジ？ここ。塀の裏。そっち行った。ナイス。塀裏？いや、もうそいつで終わりです。そいつだけでしたよ。俺見たやつは。あ、本当。でも近くにいると思う。ダウンだった？なんでこいつ一人で？ダウンでした今。見当たらん。なんか爆発するとこあったっけ？よかった気づけて。近距離来たらもう俺終わりだぞ今。ちょっと取りに行ってくる。穴開けて取ってくるか。OK。もちみんびっくりしないでね。いや。いやわーって。この中にもうベリルがなかったらもうお疲れ様かいしよう。ベリルベリルベリル。あった？ない。よく見たら無言の女優さんだった。サプスさん、サプスさんじゃなかった。サプスさんの近くじゃなかった。ああ、いなかった。何もなかったわ。てか、もうあの後。ない。撤収。撤収ということで、ちょっと、お遊びのミュータントだけ持っとくわ。あ、ここ空いてるわ。戦えるべ。山登ってたの、そうなのかな。あ、山にいる。いや、外すのかーい。外してく。華麗に外してく。ダメだー。当たらねー。やった、一人。あ、もしみマジそっち、そういう感じ。そっちにいんのか。ああ、やられた。ああって聞いたけどな。どこだ、見えんの。ゆうさん右側から。あ、外した。
ゆうさん、そっちは今見てるけど、今ね、隠れた。その岩の裏なんだよ、でっけ。俺、後ろから狙われそう。でっけえ岩の裏。見えねえ。集落の中入ってる。集落の中詰めてきてる。あ、いた。集落の中こっちにいるわ。あ、集落の中ね。当てたよ。3人いる。3人。ナイスひょっこりはんだな。ザッこいつ。でしょ。今日こう当たり。いや笑ったわよ。面白いね。面白いね、パブジって。あのね、連射できる武器やったらちゃんとな。まさか、まさか何もねえ、何もねえとも思わなかったわ。あれ、あ、もしかして AK で2キルしないかな、俺。いや、AK で2キルしてたよね。うん。AK で2キルし5位以内に達成。いや、クリアしねえことになる。最後の1人、あれ、押したことになるの？モンド遅れてるだけかな。ああ、そういう感じ？まあ、でもパブGに求めるものって言ったらあれだよ、サービスの安定性だよ。それ一択だよ。新しいこう楽しいゲームとかじゃなくて安定性を求める。めちゃめちゃ飛びまくってから回るっていう。回れーみたいな。あ、ユーガンマの屋上いるよ。はい、いるいる。あ、降りた。あ、外した。一発、あ、はい。
2階のベランダかな。はい、屋上のやつね。うん、屋上のやつに、あの飛び降りて2階のベランダのとこでダウン。ダウンか。なんか来てる。あ、降りて裏行ったのかな。バンされたね。待ってね、右側にいるんだよね。はい。一階入ってる。俺のところ入ってる。俺のところ多分入ってんじゃないか。俺家の中に綺麗に投げる。外側にもいる。左。うん、40方向とかそれくらい。キロ入んねえからリバイブ入ってるわ。はい。でも他のやつが全く、うん、姿が見えへん。2人しか見えない。足音が聞こえないんごね。奥行かなくなるかもしれない。気持ちいい。そっちに敵ね。はい、山からもう撃ってる。山に別地いるわ。抜いた。よし。一人また抜いた。おい、ナイス。ナイス。ピンだけちょうだい。ピンだけちょうだい。今撃ってるエイムピン。一人かっきる。で、海沿いの赤コンに一人行った。戻る、引くわ、一回。はい。ピンはね、ここ、今、ここに一人。で、SE の山上と、またそれって敵だって、あの、別地だったから。はい。
赤コンどこにいるでしょ。あのね、カー多分 SR あの SE とかあっちの丘上なんだよね。こっちにもう一回ピン刺すよ。こっちの側、これあのこれ4番ピン付近。あの SR がどこを撃ってんだよ。AR コンペンが、じゃあ、滑空余りだけど、いる？はぁ、はい、大丈夫。はい、大丈夫、はい。山上見つけた。バッキー一丁。おっ。サトシさんの、おきみやけ。おきみやけ。なんだ？M24。 あ、24置いてないよ。あ、違う、女優さんだった。また女優さんとサブスさんの曲やってる。何やってんだよ。ありがとう、待っててくれて。いや多分両線使って向こう行ってんじゃないか。上、逆に上行ってんじゃないか。お、ベリーちゃんだ。怖いんだけど。来た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 。ナイス？ナイス？応戦する。あ、カーノックした？まだ？カーノックしてる、ノックしてる。あと一人どっかいる。あ、いた。シェルター横。ドーム横。絶対入れてんじゃない？そっち入れてねえの。お前、このベスト2発も入れてきやがったこの野郎。許さねえぞ、この野郎。たった一人。ああ、ベストトロトロですけど、私サンベスゾロトロですけど。ふざけんなよ。シェルターの中入った、ドームの中。はいよ。回復してる今。詰めてもいいんじゃないかな、一人だったら。俺前行きます。はい、ドーム右で入り口の方。はい。お前よう当ててくんな。しかしよ、どう回復中。ナイスー。はい、オッケー。はい、はい、俺がやべえ。あ、いた、いや、丘上。一人抜いた。はい、ナイス。どこだ、丘上。見えねえ。285。
285了解。岩そびえ立ってるところに一人まだ黄色ジャージがいる。ジンさんか。こいつ何も持ってねえ。あ、一人上行ってる。一発当たったかな足。あー、リバイブ行ったわ。全然見えません。ダメージいた。これアウトだな。なんで当たんねんだよ。俺死んだかも。ごめん。回復もうないんだ。すいません。同じいく。あ、終わり。お疲れさん。かん。あいつらどこ行った？おらないね。引いた引いた。もう上上がってってる。どんどん。了解っす。その先の集落通ってってっかも。やっべえぞこれ。もし俺んとこ来れんだったらドリンク置いとく。ドリンク。ドリンク、鎮痛にエナーロ4はあるから。あ、やべ、もう回復入れないとまず。俺の好きなの、全部。全部持ってって。あー、山にいる。これなんでだ、これあげる、これ。何やんか。回復後ろに置いてある。あ？回復後ろ。おー、マジで？もちもち回るとか。うん、あー、ダメだ。なんで？次のダメージ、いや、次のダメージが痛かった。間に合わなかった。うん、あー、残念。泥仕合をしてしもうた。申し訳ない。なんであんな遠距離当たって、あのビンドル距離が当たらねえんだろうな。はい、パブチが落ちた。なんでだろうな。やだね、女優さんのことを倒した人も、倒した直後に自害してるし。クソッタレだな。同じ映画映んねえぞ。変な、しかも名前ナルトーン。パブチが映んない。治った治った。なぜかパブジーが落ちたよと。ノーディー。あ、このパターンダメなやつ。急しないやつだ。止まった。何、今日、昨日女優説教食らったの？誰に？お隣さんに。いや。今日静かだからさ。いや、そんなことないけど。あ、そんなことない？うん、すっきり説教食らったんかなと思ってたら。説教は食らっております。したい。いやでもちょうどいいわ。今日ありがとう。はロードしてくれるのかね。どうかな、どうなのかな。あれ、パティに動かないやつじゃねえ。ストライクショット。あ、チェーン。いやだい。変わんねえわ。言った俺が後悔や。もういっぱい。チェーン。これはいける、これはいける、いける、いけるぞ。いけねって。ここはストッパ。いけねって、やめとけ。やめとけ。あぶねえ、マジ死ぬ。ああ、ステイス 4個も使ったわ。これ絶対死んだな。オッケー、まあまあここはクリアとして、さあここからどうするよ。ちょっと離れてるよ。はい、よ戻れた。おう、全然戻んないのかと。戻る。
間違えてタスクバーについてるやつから無事起動したから起動うまくいかなかった。ところでクリアになんねんだけど、 AK で2キルしたやん。あの1キルは1キルに入んないのかな。あ、チーターはダメなのかもよ。ダメなのかな。バンされてるから。バンされたから数に入んないんじゃないの。でも2キルって表示されたよと思って。どういうこと？ソロで2キルドンカツ。あれマッサリーで見ればいいでしょ。マッサリー、マッサリーで見てみればいいでしょ。あれ前回だけしか見れないんだっけ？1個前が。あー、どうだろう。マス見れないからな。もうクリアになってねーで。まあ次はのマッチで。AKM で2キルし、AKM を装備した状態で5位以内を制する。 あれでしょ、つまりもう一回 AK であれでしょ、2キル通らせて。そうですね、ね、あの5位以内取ればいいだけだ。簡単な話だろ。 OK、 簡単な話です。 OK OK、 何の難しい、ソロじゃないとダメかな、条件かな。いや、PUBG あるあるなんだけど、 PUBG たまに日本語おかしいから。まあ日本のじゃねえからな。ここしかないね。おい、ワンパー、ツーパー、ツーパーリー、ハグヤー。ブラックゾーン中、右側、右側ブラックゾーンね。はーい、手前集中すると思う。手前集中するよ。うん、あら、ここ行くわよ。おっ、いるわ。いるわ。ちょっとちょっと。なんでいるんだよ。俺の場所取って。助けて。助けて。マンション取られた。隣二人かな、一人かな。一番奥のマンション取られちゃった。一軒あるやん。あなたたちの間ぐらいか。はい、ベストがない。中中中中、はい、瀕死。どんどん奥行ってるかも。奥行ってる。多分モチミンが言ったやつだと思うよ。そっちやるわ。二人いるの。二人。
あ、いたわ。ショー見る。ユウさん、ショー見る。寄る。いや、もう一人か。もう一人の方が顔出してきた。見えたかな。もう一人。ナイス。それの AK キルが欲しいな。あと一人は分かんない。あと一人、あのマンション側の方から回ってきてんじゃないかな。マンションの方にもいたんだよね。ベストがトルトル。いいよ、どうぞ。ブラックゾーンね。はい。ここ降りてんな。降りてますね。猫耳がある。猫耳メットがある。左寄ったりの場所でブラックゾーン発生した。一人だけいない。くそキルをしたかったのに。あ？あ、ケツにいるわ。195ビール。ちょっと移動するわ。いやー、この左で撃ってるやつがうぜえな。うわ、右にもいる。260。こっちは見てないね。見てます。あ、向こうの山上のやつかい。そうです。あ、ごめん。2人にいるらしい。3人。そっちでやってるか。あ、やべ、バレた。絶対バレてる。山上250でバレてない。あ、バレてないね。そっちの頂点の方にもいたんだよね、一人。困ったな。上のやつやるしかない。バレじゃない。ただ終わっ て, ってるよ、これ235。あ、どん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 左行ってるよ、うん、アンチ入ってるよ。あ、やべ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 、俺見える、俺見える。 AWM いるわ。ユウさん向かってる方でしょ、それ。たぶんあいつやりに行ったな。もう今一人なんか入ってた。高台入ってきましたね。いや、120。もう一人、今のうちに行こうか。やり合ってる、やり合ってる。チャンス、チャンス。もう配信的には一切映えないやつ。まだ AWM いるんじゃねえか。
この目の前じゃねえか。そうだね。あ、いるわ。そっちだ。斜面に、斜面のとこにいるわ。あ、星さんが喧嘩を売っている。俺じゃねえよ。うん、あ、違うのか。すごいサトシさんのポジションらへんの本当に近かった。サトシさんじゃねえよ。もう毎回間違えてる。もうないやねん俺。いた。2発当て。この名前も、あ、もう覚えられなくなった。塀張り付き。はい、MP の AWM で女優多分見えるぜ。どこかわかんねえ。近く来てるし寄ってきてる。はぁ、別にいる。いや頭見えてた多分。あ、違う違う、横にスライドしてたわ、ごめん。あ、車線は切れてる。はい、あのね、走行なんて言ったらいいかな。この音が分かんない、どこか。なんて言ったらいいかな。あ、あれか。なんか四角い、あの車庫みたいなところの横に。一発当てた。ごめん、もう回復ねえから走るわ。塀のところにいたわ。包帯すらないと。さあ、もう知らねえよ。包帯に当てられただけでも罪だ。おお、弾使え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 、弾を使え。あ、いた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 。弾を使え。下にまだいるわ。95の山いる。あ、なんか当てられてたんじゃないか、別に。後ろにまだいる。やべ、あの入ったらすぐの山にいるよ。あかん。はい。回復がないのかこの家は。正面いるね。俺、入ってた。俺、頑張れ。ぐわーっ。めっちゃいる。町の中。違うか。町の近く。町の近く。あー、撃ちてーけどなー。俺回復ねえから。あー、あれか。見えた見えた。作敵が下手だということを祈る。寄せ向こう行った。普通がやり合ってる右方向。うわ、80の山。80、この山いる。この山、ああ、まだいるね、うん、見てるね。一人いたん。ありがとう。誰とはいない。ありがとう。俺も厳しい。たっ、撃たれたらごめんなさい。その正面いるんすよね、サップさん。うん、いやね、あのこっちを見てない、見えてないから。まだ、あ、見えてない見えてない。入れた、入れたよ。あー、つえー、これもちみさん160、もちみさん160。
あと30秒か。正面やりきんないときついな、これ俺ら。いざあんま左行ったら、あのね、120の山上に。来てる、後ろ来てる、真後ろ。真後ろの岩裏いる。マジ？ここ、岩裏いる。オッケー。今一人入ってきてた。終わり。熱。マジかよ、今入ってくんのかよ。えぐいだろ。回復ね。この正面は確定でいる。あ、いる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 、多くいってる、多くいってる。あー、これだぞ。ナイス。やったそれでかい、それでかいぞ、それ入れるぞ。あ、別に当たってる。はい、この稜線使うのもありじゃないか。うん、あ、いた、山いるわ。死んでるな、死体ばっかりだな。塀の裏とか取れたら強いかもね。あいつらが山から下の6枚。こっちもまだいんのか。動いたね、向こうの山も動いた。やば、 MK がどっから撃ってるの。 MK そこ、ここに。あ、そこ終わった、そこ終わった。尺方向に一人。ダッシュしかないんだけど、あ、間に合わないかこれ。いやー、ごめん、出過ぎたんだー、殺せなかった。ナイス。いやー、申し訳ねえ、無理だー、D だ、また。いやー、ごめん、ごめん、何回もやられてるこいつ。あー、食えたー。あそこを我慢できなかった、ごめんね、申し訳ねえ。いや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 、大丈夫っすよ。悔しいって、悔しいよ。てか、よくあの局面で生きてたわ、俺も。回復ねえ、回復ねえとか言いながら。くそ、AK のミッションふざけやがって。ギルドンカット食ったやん。動画にもなっとるで。個人の言う2キル以上は 2キル未満だったのかな。3キルしないとダメなの。いや、あのバンが実はもういないことになってて2キルになってないとかっていう点はありゼロじゃないからな。
ずるいよ、パブジー。明らかに目の前に行って死んでくれたからな。納得いかないよね。さてどこへ。What? だかーだかー、これはねここ行こうかな、okay. わしゃ今日でももうすでに三丼食べてるんで僕も今日はちょっといつもより仕事がな。トゥーパー、サンパーぐらいの。はい。十分ね。大丈夫だ。家一軒取れれば大丈夫や。目標一人家一軒。挟み込んで、さっ、いや違う、うわぁ、うわぁ、二人いる、人がいる、すぐ左の2階建てもいいんだよね。いって。いやマジかよ。うん、中に入ってきてる。ないっすよ。ないっすよこれ。照準が分からない。あ、中は入ってないんですよ。そのベランダにいた。ベランダの。お、ナイス。まだ下に。ナイス、佐藤さん。俺のことやった。いや、明日焦るよね。焦るあれは。一瞬伏せてんのかと思う。うん、やっぱりサトシさんはベクターだな。って思うやろ。かたくなにベリル。あのジャンピングキルね、あんなことするの多分。ウンピーのヘッショは痛いですね。俺もヘッドに当ててたと思うんだけどな。ウーズィ右にいる。そこだ。この中入るかな。ナイス。まだ塀の裏いるわ。うわっ、あー、下、下、下、あ、ナイス。はい、あれ、あー、もち別のやつにやられた。マジ、なんかこの中にいるの？建物の中、私の建物の中入ってる。ピンク衣装。ピンク？うん、ピンク衣装。ピンク。ピンクって。こ、クンピのシャツだ。メットが欲しいね。
キルログが流れないから場所教えているだけ。いいね。さて、奥行った。え、拾えねえんだけど。ん？今いた？今なんか行ったように見えましたね、俺も。左のその稜線向こう。なんか黒い影がちらっと見えたような気がして。看板か？看板かな？え？怖いんだけど。でも S ケース撃ったやつらがまだいるはずなんだよな。これかな？だとしたら移動早いよ。おお、いい武器持ってんじゃねえの。うんぴうんぴ。いやー、これドームの中にいるやつでしょ。オッケー。いない、いなー。突撃いないね。いないですね。えいる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 。あ、屋上やん。撃たれてるやん。撃たれて死んだ死んだ。どっから撃った？あ、右上、そんな上にいるもん。あーうっ、おーめっつー、うん、似たやつだ。左切ってる。こちらマインの顔出さないだろうね。右切れてる。おっそ、まあ俺のダメージあれだよな、少なかったよな、回復しなかったもんな。くっそまあいい感じででも入れたんだけどな、悔しいや。あっきー、やっぱりウジ俺相性悪いな。照準合ってるようで合ってねえんで。ウジ軽いからね。しかもアイアンサイトだとやっぱ見づらい。サブマシンガンで俺キルそんなにしたことないんじゃないか。ユウさんに見られてしまったな。うまい？ん？いや、ベクターのジャンプキル恥ずかしい限りの。綺麗に当たってたもんね。ズドドドドドンみたいなね。入っても気づけなかったもんね。空中。空中エイム打ち。うわ
てきたみたいな。しかも合わせてくるみたいなね。さてさて。ここ行こうか。下の入った。OK。今日そこで、ね、何回もやってんだけどね、サンパは最低でもいるんだよね。そう。なんか激戦区なんですか。その流れに乗ってたらごめんよ。いる。ワン、ツー、ツーかな。ツー、オッケー。もういるね。うん、2いる ?3?9、10、10、いや3いる、3いるわ。入りきるのこのマッチに。入りきる。はあ。でも、隣入ってからできたっぽいな。もし良かったね今ね。今のすごかった。いいのかなと思ったけど、玉がなかった。今リバイブ中ね、2人。3人かな、3人リバイブしてるかな。どこ？その車のとこ。1人起きた、1人起きた。あ、2人、1人かっきり入れてか、2人か。あ、いるじゃん、いるそこに。1人寄った。いや、でもあれは気絶だな。どっちだ？ナイス！ナイス？ありがとう！キル入った！みんな同じ名前ついてんね。チームじゃる。あー、ってことはあれあと一人やれたらワンパイいけたってことね。ナイス。俺何もしてねえ。リュウさんごめん、 AK で2キルしたからごめん。あー、ちょっとちょっと、あ、俺も AK 持とう。俺の死体はその中ね。その中っていうか
その塀を越えた後だ。その、あ、ジョイがミアを見えたやつだ。何もねえって。なんかあったか、何もねえな。弾だけか。弾だけ。何もねえ。2パーティーいたの、1パーティーはもう死んだんだ。そしたら。ああ、ここに死体あろう。いい音。オンの球が欲しい。バックが気持ちいいの。あ、ヨンスコテロリンチョ。あ、王宮ペロリンチョ。獣医さんがもうそんな先に。女優さんだけか。ごめんな。気づかなかった。もちもちが死んでたことに気づかなかった。そうじゃ、もちもちね、ダウン取ってた、取られてたんだけどさ、場所がたくさん敵いたから行けなかったんだよね。そうだ、ダウン取られてなんかペリルのやつにカピル入れられて。結構長い時間放置されてたんだけど。で、俺が寄ろうかなと思って、寄った先のところにもいたと思って、そこで待ち構えてた。あ、目の前や、女優。気づかれたな。気づかれたかな。チャイルやるやん。楽しすぎやん。バレてねえわ。ポジション。ナイス。ナイス。ナイス。どこにいるのか全くわからない。別に撃たれたな。だから M によく嫌なんだよ。女優二人ほど見えてたわ今山の上その右上。ええ発すんの今の。崖上一人やった。多分起こされるわ。あとどこ ？M ピン。真ん中のポツンとした岩。これは引き取りだな。オッケー。崖のところからちょうど車線通るんだよね。引いていく。引いていく。あ、なんだ、開けよう。あ、誰か。いや、それじゃない。俺が一人で。そして何もない。ピストだけでもあった。あ、次は2もいる。バレた。もうジョギ目の目は右いたわ。斜面いた。ほら。
左行った。おい、すぐ。さりげなく必死に打ち込んでたな。でもね、AK で2球しないといけないから。ダメじゃん。いやー、もう、打ちたいよね、あんなの。AWM によるヘッドショットでキルが入りました。遮蔽部何もね。あー、ずれたー。ああ、三人いってる。あれか。いた。ちょ、左。すぐ目の前。あ？抜いた後ろ。いや、マジかマジか、当たんねえのか今の。後ろ聞こえてたんだよ、足音。そいつの仲間だな、あれ。うざいっす。ああ、全部岩に座れた、最悪。そうか、俺明日私服で仕事も行かなきゃいけない。なんでよ、私服で出勤だと。ナイス。基本でも私服じゃねえの。違うの。あ、まあ、すあれか、あの、え、どうなの JR って。普通に私服で行って着替えるんじゃないの。あ、何が。普段さ、普段仕事の時いつもスーツだよ。ああ、そういうことね。でもどうせ制服に着替えるやろ。うん、ね、なんか緊急事態が起きた時にスーツだったらすぐ対応できるから。なるほど。うん、まあ、しばらく着れないかもしれないな。ああ、それある、ワンちゃんあるわ。多分ズボンが履けねえ。だってあれ、だってあれ、俺が農業整備士やってる時にめちゃめちゃ痩せてた頃でしょ。めちゃめちゃってことでもないけど、めちゃめちゃ痩せてた。めちゃめちゃってほどでもないけど、うん。俺もう礼服着れねえもん今。そうだったの。うん、礼服着れねえんだ。へえ、昔はもっと細かったの。あれ、もっと今も細くねえだ。ええー、いや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 、なんかぱっと見すげえスレンダーに見えるんだけど。なんか武士さん細かったよ。細くはねえよ。腹回り筋肉あってのなんか細いって感じだったの俺。腹周りはあれやからね、もうメタボやから完全な。隠してるパターンのやつか。いや、全然隠してないよね。隠してないなら大丈夫。全開だよ、全開。これ多分隠さないとすげえ腹立つ。ワインって感じで。あ、でもね、あれだよ、職場で行ってるときはあれだよ、一応加圧 T シャツは着てるよ。ああ、いやいや、あんま関係ないけど、ちょっと自分のプライド的な問題。白衣ワンパーって言ってるよ。ワンパーってか2人しか、あ、いや3人いるな。3人いる。今回でもここ戦いやすい、ワンパーティーだ。ここに2パーティーとか固まられるとちょっと。で
エアリーちゃん久しぶり。もう手にした？手にしちゃったわよ。いいな。やっと来たミニ。絶対タンスラ使わん。心に決めた？当たんねえもん。タンスナはロマンだよね。ロマンスの神様ないです。あ、いいよいいよ、とりあえずなんだって危ない。俺のケツ火吹いた。え、そう、サンスコアマーリン、いいね。オッケー。あ、ここ空いてる。ここ空いてんのかい。え、そこが空いてる。ここ空いてる。チラッと女優が去ってますけど、了解。そこじゃねえかな。はい、ユーゲンマン。Hey you。Hey you。はい、サンスコ。やべ。Thank you very much。 こんなに探してたのにバーティカル一本されてた。7ミリが全然ねえ。 Me too。 7ミリならここにいっぱいあります。お、ある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 。あ、サトシさんベリール落とすよ。あ、あ、もうもらった、大丈夫。 OK、 バチコ追ってやるよ。ん？バチコ。バチコね。バチコはないけど、まあなくてもいい、とりあえずは。私に行くんや。バチコの配送に参りました。夕顔まで。はい、ありがとうございます。はい。まだ街にいるのか。いるんじゃねえかな。あんまり出なかった。いるとしたら逆方向で、しかもこの辺とかに固まってそう。すっごいトイレ行きたい。あー、すっごい食べてきたい。なんだろうね、このビール飲んだ後のトイレ行きたい衝動っていきなり来るのよね。いる？街の中だね。どこだ？一階？左の窓から今一瞬顔出た。多分今降りた。多分場所変えたと思う。それ1階建てとか3階建てに入るんじゃないかな。いやっほーい。あー、骨アンチ入ってるもんね、言うて。あー、撃たれた、撃たれた。あー、いた、見えた。いってー、もう一回顔出せ、お前。ずらまだ同じ。
そっちか。移動したさっきのやつ、ユウさんが撃ったやつを。もう一回顔出せやー。もちもち。一発当て、だけど、結構削ったな。頭じゃなかったか、悔しい。ちょいちょい場所を変えて打った方が策で、ただね、場所変えると分かんなくなる、狙ってるところが。これがどこなんだ。多分ね、白いとこのね、3階建ての多分どっかだと思う。あ、いた。いたわ。ここか、2階建てだわ。もう一発当てたんだけどな。見づらい。もちもち、ヘルプ？あ、車線切れてるわ。あ、外出た、外出た、外出た。左来るわ。はい。なんだろう、なんか若干黒っぽく見える。またこれで完全にイモられるな。おーい、マジあいつ、まあいつにもちょっと相打ちだった、ごめん。車線は切れた。はい、殺色。はい、そこに移動しちゃった。ここ、ね、あー、あれ海か。くっそー、くっそーが、まあ、ちょっとつれーな。メットなくなった。これサトシさんたちの方がつれーな。たださ、ここね、くっそー弱いんで、抜けるものが決定打になるようなね、なんか抜きができない。やっぱそうだった。そしてアンチどまだ入ってるでしょ。これそろそろ蹴っちゃうよね。どうする、28にも残ってんだで。なかなか残ってますね。あえて街に入ったままでもありなのかもしれないね。降りるか。の方が得策じゃないかな。あいつと中継決める。左に寄ってる移動。そんなに離れてはいねえだろう。ただ山から見られたらえぐい。あとあいつらがどう寄ってくるかで。綺麗に頭当ててくんだよなあいつ。それが怖え。お、壊したね。うん、ってことは足音聞こえてるってことだね。
アンチ入ってもう正面いる。はい、抜いた。コンテナの上やっぱビールはビール、青ビールは青ビール。了解。いっと見てんのかよ。ちわろこいつ、ボロボロやん。コンテナ2階のコンテナに入ってんだよね。あ、下降りてるわ。あの不当にいるわ。不当、あー降りてきて、あれだわ。もう一回乗れや、コンテナの上に。はい、リコトセン、マジでパブジーってやつは。あの家、めっちゃハゲた。いや、当選しすぎ。いや、外す。びっくりしたんだけど、超おお。サトシさん、ちょっと俺。ああ、つうか俺回復ねんだけど。ちょ、俺撃ってないよ。ごめん。やってるんだと思ったっけ、いきなり。あ、撃ち出した。びっくりした。やばいやけど。パブジってこういうことです。あ、めっちゃあるじゃん。ちょっとボロボロかもしんないけど、これ。あ、無傷か？無傷だ。無傷メットがあったよ。あ、来てる。いやー。もう正面来てるよ。もう正面来てる。うん、してんだ、してんだ。安心を取る。あ、回復ねえから、これ。アンチが出るのきついんだけど。あ、ちょっと。行かないと。やめて。こっち側は大丈夫、余裕。見てるー。かあ、うまいね、この人。来れる？こっち。いや、もう、6、6、6だから、もう、ここで起こしてくんないと間に合わねえ。じゃあ、無理だ。いや、無理だ。こいつ。
人だ。トイレ腹減った、林は伝わります。よし、いやあれクソ、あとちょっとだったらあいつだ。いつもあと一人でやられちゃうね。そう、あと一人がついていけねえ。いつも惜しいとこまで行くのにね。そういやもうベリルの扱い良すぎてユウさんも普通にベスト取れちゃうからな。もうそこがまず問題。待ってさ、名前表示されないんだよ、あそこのところ。表示されてなかったの？違う、あの、なんだ、ドアのちょうど影で頭出てきて、うん、こう来たからさ、もう、なんだ名前が、ほど見えないところで。え、敵？思って撃っちゃったもん。あの、分かり合ってるんだと思って。いきなり打ち合いが始まったからどっかに敵がいたのかと思った。いやなんかね、寄ってきてる足音が来てたのさ、敵がね。違う方から。であまりにもなんか早いなと思ったんだけど、え敵かみたいな感じで、で名前が表示が見えなかったからなおさら撃っちゃった。恥ずかしいたるもんねえわマジで。マジはずさわ。ごめん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 。気持ちいい感じだった。うん、サプスさんからああやって撃たれたの初めてのような。うん、どうも俺。俺からサプスさんに撃つことは結構あるけど。いや、それはちゃんと当てないからでしょ。俺、あそこ、ほんと名前もちょうど見えなかったからさ。マジで普通にぶち抜いちゃった。しかも、その顔に見慣れねえんだよ。それはやべえと思って。いやいいよ大丈夫だよ。大丈夫だって。帰るわ。怖いから帰るわ。ああ笑えたマジで。いや本当恥ずかしかった。あの局面でやるか。女優にしたら何じゃれてんだあいつらみたいな感じだった。じゃあちょっとこれでいくわ。お、なんか戻した。パラティンにこれでいくわ。完全にスノーワールドへようこそ。真冬だぜ。裸足だぜ。頭視聴全開だぜ。あれ、女優はどうした？林ライス取りに行ったの？始まんね。俺始まんね。ああ、それじゃああれだ、更新しなきゃいけないやつ。更新パターン。だから行こうとさなきゃ。もう。だから、そう、飯食って取りに行ったの。だいぶ声戻ったな。ナイス。何がナイスか分かんない。治ってねえわ。はあ。微妙だな。ああ、この間までな、KD01 行ってたんだけど、ちょっと下がっちゃったな。全然キルデスク見てない俺。今 0.9 だったわ、スカート。キルレ。うろこだきサコンジ、勝負。すごい、0.95。ユウさんと似たり寄ったり。低っ、俺。いや、それより低かったら俺どうしたらいいね、ユウさん。そんな低く言わないでや。いや、ソロなんて 0.25 だったよ。ソロね、0.6 とかなんか、その0.65 とか、そんぐらいだったよな。ダメなの、キルしに行かないから別に、キルレが上がんないってだと。
ガンガン突っ込んでるように見えた、実は突っ込んでない。陰湿なやり方で敵と戦ってる。やべ、ボックスがパンパンだった。カバダのベースばっかり。ああ、本当に気持ちよく味方を打ってしまった。しばらく引きずりそうだ。大丈夫です。よし、俺も打っていいってことだ。いや、わざとはダメでしょ。俺の動揺の仕方が半端じゃない。いや、なんかね、ベランダの影に隠れたから、あ、これワンチャン俺敵だと思われてるかなと思って。何も言わないで近づいたら本当にやってられた。よかった。あれ、モチミまだ、あ、もうまだ、あれ、モチミまだ生きてたんだっけ、あの時。いや、俺ね、なんか近くの方でなんかミニ打ってるやついたような気がしたんだよ。トゥーかな。もういるね。数えるのもめんどくさいわ。うん、ある。誰だ。お邪魔し、ちょっと殺せない。やべえ、こいつ粘着弾投げてきた。あぶねえ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 。楽しそうだな。怖いわ、怖いわ。なんでいきなり振り向くの、怖いわ。なんで、ここに応急1個ある。いいよ、いいよ、この部屋っていいよ。ほら、もちもちこっちにあるよ。まあ、ウジだよ。あ、え、違う。What? キーボードにマウスがぶつかっちゃった、ごめん。佐田さん、ベリルあるよ。あ、もう拾ってる。オッケー、ナイス。あれ、飲んでないけど酔っ払ってんのかな。ようやかったバック。お、じゃあ俺がベリルを拾うでござるよ。ここかな。お敵機はどこでござるかね。ここマンションに、マンションに一人いるはず。4ピンいる。4ピン了解。そっちだ。4ピンねえかな。いるわ。外した。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、なんであいつ頭の、この家いるよ、上。はい。
どうした？このベランダじゃない？ここのベランダ？わかんないですけど。開けますよ。はい。あ、2台、3箱してる。誰の火炎瓶？火炎瓶入れてみた。ああ、そうけ。俺。あ。いないっすね。いない。いないね。じゃあ、全部4階建てのところ、ベランダ、3階のベランダ。見えた。抜いた。ああ、ユウさんに取られたか。ちょうど2つ目、2発当たったな。2発入ったな、あれ。かわいそうに。俺の方が早かったのか。それでユウさんでとどめか。俺多分ヘッド入ったんじゃない。そっか、俺もタイミング絶妙だったのか。後ろ来てる。 N。 おっ、出ちゃこぼちゃ。ナイス。角だった、ね、俺も角切る。あ、違う、角っていうかあれだね、あいつの仲間だったんだね。あ、最後の人だった、うん、ワンパだったっけ、ここ降りたの。いや、わかんない、さっきやってたからその残りなのかわかんない、まだ生きてるのかわからん。お、カラオケ行ってきた、ナイス。でもさ、アンチッチがアンチッチなんだよね。殺したんだ。こいつ AK だから AK もらおう。もちみん2バックもらっていい？おっ、この AK は。ありがとう。俺が求めてるやつや。俺もクリアしてるはずなのにクリアしてないやつ。何を言ってるの？ AK？ え？水色の AK。俺欲しい。水色。なんて言った？虹色って言ったよね、もう。そこまで言ってないよ。そこまで持ってない、持ってない。こいつ、やりきってるわ。全員。オッケー。なんか山にいるな。やりきれない、やりきれない思いだ。今度はベリルあった。あ、か、いや、AK あった。 AK でいいです。そうですよ、 AK の中の人歪むまで中に入ってる。山登りたいけど山いるよね。あ、でも山無理して登んなくて、アンチ的に。うん。無理することはねえ。ただね、まだ残り31やから。あよ。匂ってるってどういうことだよね。あれ、なんか。おいおい。何も言ってないよ。おい。何も言うとりませんよ。どこだこの銃声。多分あの稜線向こうなんだよね。210の丘上のあっちなんだよな。 N に一人立てるよ。 N 二人。 N？ 微妙に下ってこない。 N？見えた、215、斜面。ああ、了解。おーし、今頭もうちょいだったー。もっちーもってが言ってた、N のやつかわかんない、俺。あよ。
あ、左切れた。来てる、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 海岸、海岸、海岸、海岸。海岸海岸考え。ああ、見えた見えた。二人いる。はい。ああ、と、近くのドームにいる、もういる。はい、ボーボー。引いた方がいい、引いた方がいい。引く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 。たとしさん右いるね。刺ってるわ。うわ、マジか。どこ？ん？塀に張り付いてる。抜いた。もう一人いる。女優さんのところの下に。ほら、狙ってるよ。ほら。え、こんちゃん。起こしに行った。二人いる。もちもちやる。やった、一人。キル入ったよ。あ、いや、それ俺がキル入れた。あ、ナイス。小屋の前。あ、そっちか。かんナイス。前行けるよ俺。やべえ、弾丸が浮いてるよ、佐藤さん。たま2発浮いてんだけど、食いちゃう。よっしゃ、ドン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 。アンチ、はあ、アンチいいね。左の集落いんのかな。ちょっとわかんないから怖いんだよ。あ、いるいるいる、近くいる。やった。
と2人。あと奥にいるわ、奥。S 方向。俺らアンチ入れてないから結構不利。こんな流線まで取っちゃおうか。どっかそっちの奥から撃たれてたんだよな。あ、いた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 、奥の物資。どれ？対岸線一人回ってってる。ってことは俺当たるな。あ、いたいたいた、見えた。入っていける。どんどん奥行ってる。でもこれ集落入った方が勝つわ。ギリスーツ、ギリスーツ。はい、平平角、平角。当たった、一発。あれか。一人抜いた。ナイス。それどっち？今のところ。ギリじゃないでしょ。ギリじゃない。ギリ、へへへへいる。へどっち？この俺の今の目の前？うん。あ？どこ行った？多分伏せてんじゃんね。あ、いや、あのリバイブ行ってる。奥に岩。あ、ごめん、抜かれた。瀕死瀕死瀕死、詰めた方がいい。今回復入れてる。リバイブ入れてる。あー、回復終わった。なあ！やっちまった、ごめん。249回や。しかもなんかすげえブレるなと思ったら、いやー、やらかしい。なんで詰めればよかった。一人で出しゃばったぜ。マジありえねえわ、ごめん。ほんまね。だからチャレンジミッションなんでクリアになんないんだよ。おかしいでしょ。なんなん？あれはねえわ。やっぱソロなのかな。排除条件がわからん。今日でもすごいことあったよ。どうしました？俺あの会社で今日なんか面接来る子がいたんでね。おお。で俺あのある方の写真を見て、ある方を見てるからさ、あの分かるんだけど、うん、あの面接に来た瞬間に挨拶された瞬間、あれこれてっちゃんにそっくりじゃねえと思って、その人が。おお。てっちゃんにそっくりだと思って。もうドッペルゲンガーみたいに似てる人って結構いるんだな。めっちゃびっくりしたよね。もう一瞬てっちゃん、おーてっちゃんとか言いそうだと思う。バレましたかとか言ってる。怖いよ、怖いよ。ほんとそっくりだった。マジでね、クリソトはびっくりする。世の中に歪まで似てる人もいるかもしれない。おい
か知らん。どっち突っ立つって一番嫌いやん。採用されましたよ。その子本当に採用されてたよ。今人足りないからね。もう打ってくんじゃねえよボケ。鼻くそ飛ばすぞ。わ汚い。ミサイルマシン。ミサイルよミサイル。M24 と同じ弾速で。やばすぎ。頑張りますって言ってる。めっちゃモチビさん言うやん。鼻くそに食いつくもんな、モチビ。汚ねえなって。てめえのことだろ。でも私は鼻くそじゃないから。ん？まあ、いつやみんな配信でさ、ユーガマが鼻くそじってんの見たことあるじゃん、絶対みんな。あると思うよ。あんだけ公開にこじってるやん、まあ、でかい鼻くそも出るやなと思ってる。生理現象として受け止めてます。広い心だ。まあ人間だからしゃあないさ。どんなにイケメンもね、鼻くそほじってんだ。ノーコメントだからみんなちょっとって思って。そう。みんな何も言わないから。いや言ってしまえばジャニーズジュニアだって閉国し、鼻くそだってほじるでさ。例えよな。それはしないんだったらもう人間じゃないよ。そこまで否定する？世の中にはゲコとかしたくてもできない人からそこまで否定することはなかった。お、近くに言わないんじゃないか、これ。これ拾ったらどうだ？ What？いるんじゃん、敵！何すっか？それは知りません。知りません。ちょっと存じ上げない情報。俺ムチムチだと思ってたっけ、全然違ったわ。見ろよ。ここの家いるわ。マジか。ちょっと待って、白ご飯何もつけなくてもめっちゃうめえじゃん。なんご飯食ってんかい。クソうめえ。あいた。今当たってないのかい。なんか臨死してると当たらないっすよね。俺ね、臨死してると当たんなくて、臨なしだと当たるんだよ。だから多分ね、三あの横向き。横に傾くやつ、あれするとなんかね当たんないんだよね、弾もまっすぐ飛ばないというか。だから多分サンスコの場合ね、狙った場所が違うんだ。なんで人呼んだユウさんの今かん見た感じ当たってたよね。見た感じは当たってでもリンだとずれてるんですよ、なぜか。サンスコクソがAR カック1本あまり4スコはそうそうずれない、3スコずれるんで。ただ俺最近リーンしないように言ってる、その方が顔も出ないしね。出てこい、これ反射神経の勝負だな、サトシさん。これでサトシさんの若さが分かるぞ。年寄りです。全然出てこねえあいつ。ワンチャン伏せて入っていくやつあるよね。そんないやらしいやつ。俺よくやるよ。ドア開けてベランダで伏せながら。やばす。
いたー、危ない、詰めてきてる。もちもちカッパーいけない。あーもちもちもち掘りすぎてた。どうしてどうして、まだねマンションにもう一人。危ない、あー大事だ。終わり、まだまだ、いやまだまだ気づく。マンション、これマンション。強っ、マジかわし方がやば。うわマジか、こいつうまっ、マジか。あれあれかわされたら何もなんねえわ。打ちながらあんなにリーン左右にリーンやるか、あの局面やばない。プロゲーマー、プロゲーマー。あいつの手どうなってんねん、リーンどこにどこにあんねん。おっやばっ、ぐるぐる回ってすごくね。動きながらリーン左右に振れねえんだね。すごっ、動きながらリーンはすごいね、左右に。マジか思った。だからもう一人補助役がいるんだって。なるほどな、いいのそれ。俺も欲しいわそれ。多分リンのボタンを変えてるんですかね、そういう人。あ、普通にやってたら、普通にやってたら打てないもんね。だからマウスの親指のサイドキーかな、可能なのが。すげえな、器用な脳みそしてるな。ずっとマヨって名前だったよ。え、ちょっと見た見た。ずっとマヨってどういうことやねんと。迷ってるのか、マヨが好きなのか、こっちなのかな。マヨが好きな方じゃない。違う、ずっと迷ってるから首振ってんだよ。ああ、そういうことね。ああ、なるほど。首が辛かったんだな。それはしょうがねえわ。首の凝りがひどかったのかな。それはしょうがねえ。それは助けに悩んでんじゃん、肩こりに。それは助けてあげるしかねえよ。まあ、その人に倒されたり。リハビリに付き合わせちゃったなぁ。さぁ整骨院になった。うますんげ、白ご飯よい。やべえ、白ご飯食べて元気になったもん。今日うちの晩ご飯はあれだったから、ハンバーグだったから。もちみんの、もちみんのでっけえ拳大のハンバーグが今回ね、これが予想外にちっちゃかった。どうしたの、この間の何この間の、あ、何放送のあれでもちみんなにちっちゃくしちゃったの。そうだよ、ちゃんとお玉で、ね、回したよって感じ。でもね、あれだよ、どうしてもコロッケはでかくなんだよね。うっせえな、黙っとけや。コロッケがね、俵型なんだよね、ほんとでかいんだよ。うまいじゃねえか。いや、うまいけどさ、うっせえな、黙っとけよってか、ちょっと怖いんだけど。シュンスケさんとか、シュンスケさんじゃない、サトシさんのあの、なんでシュンスケさんと間違えんだよ。俺そんなに老けてる。え、びっくりした、ほっこり出てきちゃった。俺、悲しいやつ。玉ねぎ炒めてたから。玉ねぎ炒めて。炒めてたならわかるけど、炒めてた。オラオラと。言い方意外に炒めてた。もちもち可愛い。おかげで美味しいハンバーグになったでしょ。いや、うまかったよ、今日のハンバーグは。何も感心しとるやん。失礼な、その感心。今までで一番うまく、お、
もちみん、今まで一番うまかったって。今までどうなってきたんですか。今まで、あの、肉質がすごい硬かった。岩石だった。岩石ハンバーグ。商品ありそうだけどな。あ、女優なんかいいこと言うの。もうちょっとちょっと今ちょこっとだけ感動したよ。ちょこっと。作ってくれる作ってくれるだけいいよって思うでしょ。俺の前の嫁さん荒巻じゃけで、なんだっけな。いる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 。ちゃんちゃん焼きだ。いる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 。はいよ。あれは死ぬ未来が見えるな。寄ってきた寄ってきたよ。外から。四ピン四ピン。完全死ぬぞ。あれ完全に死ぬぞ。多分。了解。四一六ねえが行くか。アムロ行きまーす。ゴー。外って何？北側の方かな。ピンピン刺してる方。あ、いたわ。3人いる、3人いる。あ、いた。今見えた。家の中にもいるわ。レップレ。わー、別から撃たれたよ。一人抜いたよ。あ、うざい、やられちゃった。どこ？外側、ほんと外、ほんと外に。あ、いや、家の中にもう一人いる。あー、やべ。一ピンくらい。降りてきた、降りてきた、降りてきた。いけうぜ。やった、やった、イースコムリー。もう左右から来てたからもうしゃあねやろ。見事にかっきり。 TT がよ、大丈夫、俺も一人かっきりしといてよ。いや、別から撃たれて半分ぐらい削られんだもんって、クソだと思って。だからもういろいろ話してるうちに、あの、そういえばここの集落に敵いたっけ、やっつけたっけっていうね。俺なんか、すげえさ、こう、さまよってる間に、ね、外からジャリ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 とか3人ぐらい来て、ウィーみたいな。よし。最後に緑でも見ようか。あ、緑にするか。緑でも見ようか。緑のやっぱね、視聴者側もね、あのずっとカラキンじゃ飽きるからね、こう緑でちょっと映えさせないと。また今日も適当なタイトルだからな。さあ行くぞ。昨日と同じだから。うん、ほんと昨日と同じだから。使い回しじゃん。お、使いましたよ。んなこと言うたらわしなんてもう今日なんて今なんてタイトルナンバーだけだよ。なんか最近ソチ抜きし始めたかな。うん、おじさんたちがちょっと手抜きし始めたかな。誰がおじさんだって。もちみん、正直言ってさ、タイトルを、いくら引くようなタイトルにしても変わんねえんだよ。変わんねえんだよ。登録者が登録者の数だから。来なかったことにしても、よし、来ない。やべ、ほうれん草いっぱい入ってる。ほうれん草？ほうれん草じゃねえよ。これ全部ほうれん草だったらおかしいやろ。これクレソンやろ、クレソン。クレソン、クレソン。そんなに水きれいだったの、ここ。もじゃもじゃ。
クレソンでもうまいよね。俺あれ大好きなんだよ。そっか、3月か、ユーガンマ3月か。ウォッチウォッチ、いや、おかしいだろ、最後って言ってるのに。びっくりしたよ、ブキャッて。女優さんのピン。いや、もう今ないよ。チラッとつけるな、チラッと。ほらいい。チラッ、チラリズム。やべ、緑懐かしいぜ。さあ、パラシュートは遅いぜ。うん。遅い、ほんと。ワンパー来てるわ。あ、よ。多分。いるね。なんだっけ。トゥートゥーパーリー。うん、嫌な予感しかしない。倉庫一人降りた。13倉庫降りたわ、一人。来るなあ、あいつら。物資ねえ、俺武器。やべえ、2人ぐらいいるのか。あ、死んだ。武器ねえんだけど。いや、来てる。いや、もう俺の近くいるわ。ごめん、みんな。バイバイ。武器がないのはつい。どこ行った？こっち行ったのか、あいつ。気が止まんねのところ入ってきた。連打する準備 OK。 お二人目来た。あ、三人来たー。いや、いるのバレてるし、バレてるし。マジかよ、もう。家に全員来たわ。バレてるのかーい。え、もう違うとこ行ってやがる。iPhone6 って iPhone5 から乗り換えるとでかいな。一昔前から前だぞ。こんなん無理だろ。いや、こいつらやばいよ。こんなん無理だろ。こいつらやばいよ、マジで。
いや俺足音立ってたからバレてた説あるけど、サトシさんに関してはバレてる4つとかなかったよ。はい、もうこいつらやばいよ絶対。なんでこんなに強いの？なんで？場所は分かってなかった。最初違う場所警戒し、単純に予測がうまかった。予測が上手だったわ。ここにいたらここにいるだろうみたいな感じの動きしてた。いや、あとね、そのもうその仲間かな、一人が多分俺の近くに降りたやつがそっちに行ってたんだね。はい、ああ。見事、めちゃくちゃ早かったよ。うん、怖い。あっちのもう一回。俺んとこに詰めてくるかなと思ったのに来なかったの。トビーガンとダブルバレルだったからな。突っ込んできてくれたら勝ってたんだけどな。そしたら表の方が遠距離で撃ってくる。うん、一発ピューンって敵の顔の横飛んでってたわ、ちゃんとトミーが。サノクも猛者が多いのね。むしろサノクの方が猛者多いんじゃないか。多分プロゲーマーとか強い人たちってこういう森とかの方が好きだと思う、うん、イメージ的に。結局あのカラキンとかは決まった場所に敵が固まってないから、敵が固まった場所に降りるのがなんかいいのかなっていう、うまい人たちだからこういうマップが気に入られる説はあるよね。あるね。で、そしてあれだよね、大会でもまだカラキンは出てないからこっちの方がやられる率が高い。つまりここでの活を食えば強い。まあ簡単な話だよな。やったら打ち合いの差は感じるけど、だいぶ敵弱いな。いやでもね、自分で言うのもあれだけど、確実にね、はい、スキルは上がってる気はする。いや上がってますよ多分。あのカラキンで打ち合いになれたっていうのもあるし。どうだい、一人いるな。ワンパイルね。ワンパイいますね。あ、やべえ、かぶったぞ俺。俺もかぶってるぞ。あ、しかも二人とかぶってる。俺死んだぞ。いやマジかよお前、同じ場所入んのかよ。お、避けた。ハンドガンかよ、あなた。
グレナ投げて。一人やった。ナイス。もう一人いるわ。いや無理だ。今のは無理だ。無理なコンビだった。起こしに行くね。起こしに行った。今起こしてる。ああダメだった。あもう一発入るか。今起こし。足どこ二人いるわ。こっちね三人いる。なんか2パー来てるわ。ね。俺のことは去ってる。もう3人生き残ってる。1人武器持った。また。でもたまんない。真ん中の家。だから多分奥行くと思うな。奥あさってないはずだから。あ、まだ真ん中にいるわ。奥向かってってる。だから向こうとまた別なんだから別、うん、別よ。向こうにはここは間違いなく3人いる。あ、奥行ったのか。家の裏かな。あ、なんかこっち近寄ってきてんな。家の裏。こっちの方だよね。足音的。はい。ここいるよ。あ、いた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 。そっち詰めてった。左から来ている。ああ、マジでー。くー、弾が足りねー。こいつでも多分必死。結構いいとこ当てたぞ。あれでも回復入れない。めっちゃ見てる、めっちゃ見てる。めっちゃおゲームしてる。オートエイム。オートエイム。ディオエイム。それ諸君や。それ諸君や。その右、もう一つ右の窓から見てる。あ、了解。ちょうど見えないところ。そこ、その窓から見てさ。サブエイム。惜しい。あ、あいつ狙い定めるまで早いな。詰めてきてる。ナイス。決死の作戦だったんだね、相手。あ、俺もう一回抜け。あ、俺の下になんかねえかな、投げるの。ちょ、俺トイレ行ってくる。取ってると思うんだけどね。あ、じゃあその死体とかにないんだよ。じゃあ、あの、その兵役用のやつは。あ、これ？うん。それ俺じゃねえけどな。これもない。その兵はそこの、そこ、あ、ないね。うん。これさっき漁ってたの。
が来たけど。ああ俺その建物の中だないかなかったかな。あったらだって投げてくるでしょこいつ。あ置くしかないよ。ちょっと待って、ま、呼ぶな。俺も連れて行け。落ち込んじゃね。来ねえよ上行ってよ。おおおお。あバギーが走り去ってたな。撃たれてるし。でもキル入ってねえんだよな。下手くそか。止まったろ。はいありがとう。ガン待ちしとるやん。徒歩勢か。ガン待ちしてたの。もっちもちをやったやつやったかもしんない。何も言わずよし。さすがに負けたまんまではちょっとね。やられっぱしはよくねえの。よくねえな。いやーどうしてあの二人目いけなかったかな。もうあいつだよな。本当に俺も全く同じ。二人目までは行ったのに三人目でなんであんな詰め方したんだろう。詰め方を見せたな。むしろ一人走ってるやつ、外側走ってるやつが武器持ってなかったんだ。武器持ってると思ってた。あればっかりは運だ。聞くよ、来るよ。視聴者、乗車数ゼロだよ。ペヘペロリンチョ。わし一人いる。ナイス。ありがとうございます。見ていただいてる方。感謝感激ですごぜやす。あれてっちゃんいる？これ反映されないよね YouTube の。たまにあるよね。うん。でも結果的にこっちを見るのに意味ないよ。OK。そういえばおっさん帰ってきたのか。いやまだ帰ってきてないのわかんないけど。マージャンしてるけど知らんもあの親父は。すごい欲求不満だけどね今。いや笑ったよあれ。俺は笑ったもん。あの笑いもあれだよね。クソの方で失笑だよ失笑。失笑か失笑だわ。おい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 ちょっと待ってって思った。あれ、モチン見た瞬間、ドン引きやろ。これ、いやか。テックトーク、テックトークに行こう。テックトーク。テックトーク、テックトーク、ティックトンクティン。あっち通波だから勝手にやり合うでしょ。よし。あ、QEZ 久しぶりに見た。あ、ベリルー。一人だけ何？ニフピン。あ、了解。なんかうんぴ言ってんな。全然キルログ出ねえぞ。
ドゥルドゥルドゥドゥルドゥドゥルドゥルドゥ。お、またあれだね、あれが来たね。なんだっけ、私のチャンネルをフォローしなさい、フォローすればあの名前を広めますよみたいな。なるほど、なるほど。これよくわかんないんだよね、俺も。スイッチあんまりやんないからさ。なんかノミルがあるじゃないか、もちろんそんな。M24 じゃないか、今のは。お腰につけた M24。ゴロが悪くて泣えますよ。もう俺 SR サプキリだ。なんか発音おかしかったな。いや報告大丈夫だよ。いつも気にしないから。なんなん、たまにフォローしてるから。どうなるのかわかんないからさ。トゥビユー。ごめん、ごめんなさい。怖いな、ごめんなさい。どうもすいません。ちなみに5ミリここの集落に落とすよ。俺間違えたよ、落とすの忘れてた、5ミリ。ここがない。あー、アンチ上なんだ。そう、上。そうなんだ、下がりよ。下が見てくるか。ちょっとね、酔っ払いすぎてね、操作が、操作がちょっと大変や。何本乗ったんや。3本。1日何本って言ったの。2本。誰一本バッチしてるの。ごめんなさい。これが夫婦やで、言うの皆さん。これが夫婦やで。ブッベーって。飲みたいんだ。アホみたいに言って。いや、本当バカの一つ覚えみたいに、バカバカバカやった、ベストがようやく。その結果、その結果ね、ちょっとね、自分の操作に酔う。バカだな。酔う、意味が、意味が違う、酔う。あー気持ち悪い、ごわんごわんしてる。あ、もう落としてんじゃん。この島やん。なんで7ミリがないんじゃー。 What?VSS だ、サトシさんの元愛獣。懐かしいぜ。まだフェーズ1閉じ切ってないの。閉じ切ってないっすよ。どんなになってんのこれ。なんか本当にどうしちゃったんだろう俺。What?
目の前にベクターがあってもスルーしちゃうんだぜ。サプさんらしくねえな。どうしちゃったんだよ俺。一体何があったってんだよ。マイスコは？マイスコ3倍持ってる。3倍でいいんだ。え、4倍くれんの？あ、6倍。これカホいるね。待て、それ TikTok ナンバーワンやん。本当だ。いや見えないところでやりやってる。テクタック。これは物資落とすわ。あ、それ違う。フレアやん。フレアやん。女優さんのフレアが。火を吹くぜ。火事だーみたいな。酔っ払ってわけわかんないこと言ってるな俺。もうねえや。3本飲みきちまった。飲みすぎやな。1本だけやん。ロック欲しい人。大丈夫？はーい。物資次第っすね。オッケー。エンダボーアームが出れば最高だね。これどういう時に限って絶対 UG なんだ、うん、それか DBS ね。DBS やったらマジもう子供もぶち切れるよね。3ヘル3ベース置いてってもいい。バーティコーあまり。バーティコー2本あまり。大丈夫。うわ最悪。うん、いやー、2要求しない。無理ね。なんだったの ?249。あー、249か。怒りのアフガンか。もちもちの好きなやつやん。バーティカル1本ちょうだい。はいよ。やべえ、酔っ払いすぎて寝だし定まらないんじゃない。スイッケン、あの、動画すぎるとやばい。なんか、なんかいっぱい持ってるよ。回復2。なんで？なんでって言われても、2しか持ってないからよ。2で足りるって。足りない。なんで？私今10持ってるわ。7ミリ少ーし欲しいんだよな。あ、何欲しいんだっけ？バチコルね、はい、85発を起こした。チークパッドあまり、軽量グリップあまり。ありがとう。ドリンクゼロ。ドリンクゼロ。あ、やるやる。11ゼロ。何してたの？あさってた。おいし、奇跡的にドリンクがなかった。これはありがとう。感謝感激。雨やるね。あ、いらないっすね。この山敵いっぱい来そうだね。ティックトックは外れたね。でもし、多分ね、橋渡ってくるやついるんだよね。もう渡ってるかもしんねえ。そしてカホのやつがどこ行ったかわかんない。ダメだ、放射線切れねえや。ん？カホのやつ左回ってたな。
これワンチャン橋検問あり。橋上を今通ってる。あー今真ん中らへん後続いますね。230了解。先切れちゃった。さっき入った集落入ったわ。集落入った？うん、入った。ただもう車線切れたから入った。マジか。あ、もう渡った。渡り切った。今下に海降りた。はい、岩の裏にいる。ああ、二点しか当たんねえ。いや、右から撃たれた。ケツ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 。ああ、違う。集落か。そんな奥から結構当ててきたんだね。橋下にいる。橋下か。橋下のやつでも俺のこと撃ってなかったんだよ、ここは。それよりもっとね、奥にいる。多分ね、この辺とかいるんじゃねえか。あ、集落いるわ。集落だ、そいつだ。うまいんのね。え、中3発しかねえ。あーっと、カホのやついると、あれ、TikTok 入った。この辺かな。マジジミ気をつけてね、 TikTok いるから。シュラがある。 TikTok 多分こっち回ってて、ここ入っていくと思う。でそこから多分回ってこの山まで帰って、そいつは。確実に道路は渡るだろう。斜面登ってるわ。三発当ててんだけどな。さすがキュビユ、ダメージ量が。ポニョ行った。ここでやり合ってんな。ポニョ行った。ポニョ。モチビさんも降りましょう。下まで降りましょう。降りたらマジで狙われます。最終アンチがこっちに寄ってくれれば強いんだけど、購入に寄ったらめんどくさいね。スタン見てるのがこの辺かな。100の岩なんだよね。道路際の岩の、なんかあの低い方の岩ね。
木炊いた。これ移動するね。サトシさんからか側から見える方向に移動しがちするけど、こっちに行って。まだ打ち合ってる。さあ飲まれた。出てくるしかないぞ。あれアンチで死んだ。パルスで結構死んでんな今回。山上、山上、はい、120こっちぐらい、もうちょいか、こっちぐらい。その岩、その岩よりも2人いる。上上がってった2人とも。行かないと。女優さん、女優さん取れてる。多分こっちのやつは上がってる。あ、佐藤さん目の前、これ書く。あー間に合うか、それ間に合う。ギリ入らん。あいつらあれなのか、ギリギリ入ってる。バンバン打ってんの。多分ギリギリ入ってると思う、その崖のところ。左回復してる。かく。ナイス。あともう一人。急がねえから。うわ、なんであんだよ、マジ。それ、サトシさんが結構やるから。こう回ってくのかな、さんの鉄パーク。いやダメだ、斜めに行かねえ。すごいね、車線切りながら行くんだったら多分こう行くわ。大きく回ってるわ。近くにいない、寄せいる。今足音聞こえた。女優の足音か。女優、女優スタンか。あ、いた、奥いた。もう一人奥にいる、右奥。今アンチに飲まれたあたりの岩。ナイス。あれ下かも。いや弾ね。あー弾が。いや木ねえのつれ。はあ。いや。無勝負しよう。いけ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 。
ナイス右。ナイス、あと1人、あと2人かな、奥にいるやつ。うん、そのアンチキはアンチキはパルス、あと1人だわ、あと1人、そいつだけ、その岩、そんな見てる岩。ナイスいやー途中はめっちゃ当ててんのに死なねえっていうタイミング悪いってやつね。チェありがとう。危ねえ、ずっと安違いで回復しててよかった。いい判断でしたね。いやーゆうさん途中いい感じで当たったのに弾切れとか多かったよね。多かった。あともう何発かみたいな。結局一発も当たんねえし。絶対よね。なんでだろうね、あれって当たるときと当たらないときのさ。もういけつない。ミッション報酬おめでとうって出るんだけどさ、俺のチャレンジミッションいつ終わるのこれ。いつ終わるの。あと1個だよ。惜しいなこの AK。まあ、今日は気持ちよく寝れるけど、これで。勝ち逃げよ。勝ち逃げないっす。じゃあ、お疲れ様でした。ありがとうございました。またよろしくお願いします。またお願いします。バイバイ。はい、ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。皆さん、ありがとうございました。よかったらチャンネル登録の方お願いいたします。それではお疲れ様でした。